生されました。今2つの魂が1つになってまいります。頑張れタクマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。青コーナー、スコーピオ220パウンド、ドン・ローガン。頑張れ頑張れ。230パウンド、ガンガン。頑張れ赤コーナー、ガンガン。230パウンド、リチャード・スリンガー。スリンガースリンガー。230パウンド、スコーピオ。スコーピオ、スコーピオ、スコーピオ、スコーピオ。レフリー・ホナガノリオ、頑張れ。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ドロップキックであります。ロックアップ、逆に投げてまいります。あっとエルボー、組みに行きます。フライングメイヤー、ギロチンを落とします。腕を回します。脳天砕きブレンバスター、掴んだ、させません、張ります。ラリアット、腕攻めに転じます。キャッチした、パンチで返します。スイッチしてまいります。キックを打っていきます。ストマックに突き刺さります。行くのか、打たせません。逆にバックに回った、あっとスクールボーイで丸める。ここで休みたくないですね。そうですね、ここは仕掛けたいですね。張ってまいります、蹴ってまいります。顔面へのキックです。組み合います、逆に返します。ストンピングです。肘を打ち込んでまいります。
蹴りを見舞ってまいります。こういう技なんですが、次の日ミミズバレになるんですよね。そうですね。でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ、逆に倒します。カウントが入ります。肩が上がります。抱えます。こうやって倒れる時にね、受け身を取ることによってレスラーはダメージを防ぎますからね。この辺が奥の深いところですよね。ああ、そのあたり注目して見てまいりたいと思います。ロックアップ、コーナーに振って、ナダル式フランケンシュタイナー、雪山遭難約1名。ドロップキックを放ってまいります。腕をフックします。今ちょっと頭打ちましたか。そうですね、ちょっと危ない体勢でしたからね。カバーに入ります。カウントは2つ。打ち込んでまいります。パンチで返します。ここでタッチです。ラフ殺法に転じます。肩をつけます。カウント2で返します。蹴りをぶち込みます。乾いた音が館内に響きます。あっと、逆に捉えた。足に照準を絞るのでありましょうか。抱えます。ボディスラムです。このあたり決まり具合いかがですか。まだ入ってませんね。組に行きます。あっと、返します。このあたりの観察攻撃いかがです。ちょっと浅いですね。そうですか。走り込んでのエルボー、全体重を落としてまいります。フロントからのキック、掴んだ。ボディスラムで叩きつけます。ラリアット投げ倒し、切り返します。相手を挑発してまいります。腕をフックします。10分経過させません。 10 minutes pass。 掴みます。キックで返します。行くのか。ヘッドロックで締め上げてまいります。あっと、逆に捉えた。レッグロックに捉えます。ロープにブレイクしました。組み合います。返してまいります。起こしてまいります。キックで返します。行くのか。カン抜きに持っていきます。キック、蹴っていった。ブレンバスター行くのか。あっと、逆に投げていった。立たせていく。ラリアット、背後からキャメルクラッチに移行する。トップロープを奪う。トップロープからのギラチェンドラップ。
このシャリバースで返した。ロープに逃れました。組み合った。バット投げていった。15分経過。15ミニッツ。バット2つで返してまいります。ブロックした。ガチッと組み合った。対角線に飛ばした。なだれ式のフランケンシュタイナー。エルボードロップ強烈。掴んだ。バックジャブ起こした。浴びせていった。そのまま浴びせていった。カウント2返しました。ここでタッチだ。いった。天候実況だ。長田の靴もぎ取れるような首筋。バットバックに回った。エルボー強烈。そのまま体固め。ここは仕掛けていきたいですね。ショートボールですよ。はい、いけるか。ロープに振って、あっとラリアット。コーナーに登ってダイビングギラチェンドロップ。あっとエルボー。ロープに振った。強烈でしたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。顔面砕き式のタイガードライバー。カバーした。ロープブレイク、ロープブレイク。頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。首根っこを掴んだ。あっと逆にキック。いけるか。コーナーに振った。ラリアット投げ倒し。エビに固める。ロープに逃げるか。蹴り上げていく。フィニッシュに行くのか。片エビに持ち込む。まさにまっしぐらに獣道を突き進んでまいります。突撃コング橋誠の入場であります。滋賀健太郎が入ってまいりました。
シガー、シガー行け。シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー220パウンド橋マコート、赤コーナー210パウンド志賀健太郎。志賀レフリー西田が周一橋。さあ運命の鐘が鳴った。さあ放送席、解説は桃田さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。ああそうですか。腕を捉えます。腕を取ってまいります。ロープにブレイクしました。強烈に打ち込みます。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。あっとキャッチした。テイクダウン、ロックアップ、ロープに振った。あっとエルボー。僕もそうなんですけど、プロというのは常に恐怖感との戦いですよね。だからいかにして精神面を保にするかっていうことが大事になってきますよね。ああなるほど、そうだったんですか。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。ヘッドバット、蹴りを見舞ってまいります。キックを打っていきます。組み合います。逆に振り返した。ノアの関節職人、ジョイントクラッシャーの異名を持ちますこの志賀健太郎。柔道出身の志賀が体重差を補うべく編み出した腕関節の数々はまさに努力の結晶であります。さああとは努力を結果につなげるべく、今日も志賀が気合のリング上であります。乾いた音が館内に響きます。行くのか。ロープに振って膝を殺してまいります。掴んだ、エルボーを入れていきます。組みに行きます。ロープに飛ばした、ショルダースルーで投げてまいります。腕ひしぎに取ります。キック、意地を打ち込んでまいります。組みに行きます。対角線に飛ばした、抱えます。ボディースラムで投げてまいります。館内も盛り上がります。腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。蹴ってまいります。ロックアップ、ロープに振った、ショルダータックル、掴みます。逆に返します。行くのか、巻き投げで切り返します。スタンディングを取らせます。頭突きを打ち込みます。
掴んだ。キックで返します。組み合います。場外に落とします。リング下に降ります。腕をフックします。させません。張ります。行くのか。切り返します。このあたり決まり具合いかがですか。まだ入ってませんね。組み合います。気持ちが前に出る姿っていうのは見ていても気持ちいいですよね。そうですよね。なんかスカッとしますよね。組みに行きます。ブレインバスターで叩きつけます。腕を回します。ヘッドを打ってまいります。ロックアップ。パンチで返します。組み合います。逆に投げてまいります。ゴツゴツした鈍い音が響きます。あっと、逆に捉えた。それにしても一瞬たるとて目が離せませんね。そうですね。両者とも調子がいいんじゃないですか。肩をつけます。腕を取ります。あっと、返します。トップロープを奪う。あっと、ミサイルキック。ブレーンバスターに取ります。ウィッシャーマンスカウントは2つ。行くのか。返してまいります。引き起こします。雄たけびを上げます。スイング式の DDT。 腕しげ入った。ここでロープブレイク。組み合った。コーナーに振った。あと耐えた。引き起こす。ミールキックがこめかみに入った。起こした。あっと、膝十字で切り返す。ロープに逃れました。ガチッと組み合った。あっと、返した。さあ、がっちり決まった。これはちょっと苦しいですね。すごい顔で打つ。抱えた。今よく切り返しましたね。あのね、今のはもうとっさのひらめきですよ。気合を入れた。いけるか。あっと、逆に返した。トップロープを狙う。ダイビングヘッドバット。腕を取った。腕しげ十字固め。ロープブレイク。ガードした。立たせていく。あと、逆に切り返した。岸壁の母の胸に抱かれました。ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで切り返した。15分経過。組み合った。あっと、切り返した。しがじめで軽度ブレークを絞り上げる。ロープブレイク。腕を取った。逆に返した。ヘッドでいった。いけるか。ロープに振った。巻き投げていった。小股に挟んだ。リバースで切り返した。さあ、勝負の分かれ道はどのあたりになりますかね。ちょっと僕にも想像がつきませんね。あった。逆に足を取った。
腕を回した。ブレインバスターで投げつける。カバーした。ロープブレイク、ロープブレイク。あっと、逆に脇固めで切り返す。これはもう精神力で打ってますよね。そうですね。エンケール、フィッシャーマンで固めた。コメントお願いします、両選手の頑張りに。そうですね、ここからどっちが技を畳みかけるかですね。フロントキック、腕をフックした。ボディスラムで投げつける。カウント入る。3つ入りません。キック、蹴っていった。ブロックした。うわー、いてこい、俺の力。小脇に抱えてリバースで返した。返した、返した、返しました。全体重を浴びせたラリアット。しがじめがガッチリと入った。20分経過、ガジェット組み合った。すごい形相で締め上げていく。ハンマー気味のパンチ、体を預ける。カウント2、返しました。蹴り上げていく。腕をフックした。シュミット流で倒していった。バックを取って、バックドロップか。ボムで叩きつけた。うわー、危ない。カウント2であります。バックに回った。打たせない。膝を狙っていった。抱き起こす。空中で反転、ブルーサンダー。ロープに逃れました。逆に振り返した。おっと、そのまま浴びせていった。そのまま体固め。トゥーカウント。いけるか。あっと、倒していった。さあ、腕しぎの体勢だ。ここでロープブレイク。ガードした。体を預ける。カウント 2.5、 まだまだです。引っこ抜きか。パワーバー、後頭部を2だ。カウント 2.98、 勝てた。シュミット式で落としていった。放っていくのか。ヘッドバットを落としていった。抱えた。シュミット流で倒していった。一気にスパークするのか。腕をフックした。ああ、今頭打ったんじゃないですかね。猛点したとか打ちつけたか。カウント3つ、カウント3つ入りました。
さあ、1たす1が3にも4にもなる高卓球、今日もあうんの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。ベルトとともに今2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。館長、ケンタさん、 GHC ジュニアタッグ選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム、190ポンド小太郎、鈴木小太郎、小太郎215ポンド青柳正義、小太郎。赤コーナーチャンピオンチーム、丸藤さん、190ポンド健太くん205ポンド丸藤直道、丸藤レフィー西永修一、小太郎。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。組み合います。フライングメイヤー、館内がどよめきます。腕を回します。させません。蹴りをぶち込みます。ガードします。バックドロップの体勢、エルボーで返します。キックを打ってまいります。ブロックします。張ります。ロックアップ、逆に振り返した。ドロップキックを見舞ってまいります。ブロックします。組みに行きます。切り返します。ここでタッチです。行くのか。ローブリ振って、行くのか。ボ
ディースラムで投げてまいります。アキレス腱固めに入ります。ロープにブレイクしました。あっとキャッチした。パンチで返します。ガードします。ブレーンバスターに取ります。ストマックを狙ってまいります。乾いた音が館内に響きます。エルボーを入れていきます。ハイキック、組みに行きます。ボディースラムで叩きつけます。回転してまいります。サンセットフリップ、逆にバックに回った。エルボーでブロック、起こしてまいります。組み合います。逆に返します。キャメルクラッチ、ラクダ固めであります。ロックアップ、あっと裏カンラが返してまいります。行くのか、逆に振り返して、ロックアップ、返してまいります。背後からキャメルクラッチに移行してまいります。腕をフックします。今すごい角度でしたね。いやー、ちょっと頭打ってるかもしれませんね。掴んだ、パンチで返します。膝へのキックです。こうやって倒れることが弱く見られることもあるんですが、これは要するに衝撃を受け流しているわけですからね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。リング内に戻ります。ローを打ってまいります。組み合います。ボディースラム、スタンディングを取らせます。掴みます。ストマックへの攻撃であります。組みに行きます。逆に倒します。いやらしい攻めを見せてまいります。ニールキック、リング下に降ります。相手を挑発してまいります。組みに行きます。あっと返します。的確なドロップキックです。行くのか、コーナーに振った。逆に振り返した。
く。あっと、逆に捉えた。させません。ここでタッチだ。いけるか。コブラの毒が回ってきたぞ。ここでロープブレイク。強烈キック攻撃。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい、エビに固める。ここで休みたくないですね。そうですね、ここは仕掛けたいですね。ロープに振った。フライングリールキック。フィニッシュに持ち込むのか。おっと、逆に捉えた。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね、ここから自分のペースに持っていきたいですね。引き起こす。あっと、キャッチした。円錐蹴り。強烈に決めていった。ロープに逃れました。さあタッチ。ガチッと組み合った。あっと、逆に投げていった。あっと、顔面踏みつけ。抱き起こす。いけるか。コーナーに振った。あっと、コーナーに据えつけた。スイッチ。15分経過。15ミレッツゴー。ガチッと組み合った。コーナーに振って。しゃ。おっと、バク転を加えた。リバースの DDT。 抑え込んで。もうこれは逃走本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。抜くのか。リバースで返した。トップロープを奪う。コーナーから全体重を浴びせた。ここで持っていくのか。キックものすごい。組み合った。場外に落とした。場外に降りる。強烈なキック。ガチッと組み合った。お気をつけください。
ります。リングに戻ります。いけるか。対角線に飛ばした。20分経過。20 minutes go。 ここでスイッチ。起こした。腕を絡めて抑え込んだ。グレコローマンの言う杉浦隆がふてぶてしい表情で入場してまいります。の証であります。このベルトを腰に今チャンピオンが入ってまいりました。行け杉浦。杉。GHC ジュニアヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。まるまる。青コーナー挑戦者。杉浦。225ポンド杉浦高橋。杉。杉浦。赤コーナーチャンピオン。200ポンド金丸よしのぶ。金丸さん。金丸。西永修一。杉浦。
ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。掴んだ、ボディースラムで投げてまいります。フロントからのキック。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか？そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。ロープに飛ばした、ショルダータックルで倒します。足を殺してまいります。ロックアップ、ロープに振ってショルダースルーで投げてまいります。この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気持ちが乗ってますよ。素晴らしい気迫ですね。ええ、させません。組みに行きます。ロープに振った、キックを打っていきます。あっと円錐切り、組み合います。フライングメイヤーで倒します。ドロップキックであります。さあ心臓に3本の太い毛が生えております、この杉浦隆。30を過ぎた不良中年は今日もふてぶてしいファイトを見せるのか。肝っ玉親父に怖いものなぞありゃせん。場外に落とします。あっと飛ばない、フェイント、リング内に戻ります。蹴りを見舞ってまいります。対角線に飛ばした、カウンターであります。トップロープを奪う、お高いところから一気に叩きつけた、蹴ってまいります。エルボー抱えます、パンチで返します。張ってまいります。あっとキャッチした、こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。させません、行くのか、ロープに飛ばした、スピナーが突き刺さった、足攻めに転じます。足に照準を絞るのでありましょうか。あっと逆に捉えた、足を狙ってまいります。ガードします、ストンピングを叩き込んでまいります。引き起こします、ズームストーンで叩きつけます。いやらしい攻めを見せてまいります。あっとスピア起こしてまいります。バックに回ります。ジャーマン、綺麗な人間鏡、2カウントまだ足りません。ガジェット組は逆に返した、ギロチンを落としていった、頭を掴んで、あっと逆にキック、組み合った、場外に落とした、場外に移行した、小脇に抱えた、サイドからバックドロップ、引き起こす、いけるか、対角線に飛ばした、ストンピングを叩き込む、そのままアンクルホールドに持っていった、岩壁の母の胸に抱かれました、させません、ラリアット
10分経過。10メレッツゴー。組み合った。倒していった。抱き起こす。ブルーネルソンの体勢。外した。ガチッと組み合った。正面から投げていった。起こした。担ぐか。ストバックを狙っていく。立たせていく。スペアタックル。放っていくのか。トップロープからミサイルキック。見栄を切った。場外に降りる。サイドを取った。バッと返した。掴んだ。あっ、逆にパンチ。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい、フェイスバスターで叩きつける。起こした。バックに回った。フェイスバスター、顔面粉砕。リングに戻ります。気合を入れた。リングに戻ります。首根っこを掴んだ。あっと、逆に蹴っていった。ブロックした。小脇に抱えた。リバースで切り返した。3つは入りません。蹴っていった。いけるか。小包み固め、スモールパッケージ。2カウント。スピア強烈。抱き起こす。打たせない。ガチッと組み合った。腕を絡めて抑え込んだ。ここは踏ん張るとこですね。そうですね、ここからは精神力の勝負ですよ。あと後ろに投げていった。バックに回った。シャーマン後頭部2だ。ドラゴン行くのか。ウルネルソンか。ロープに逃れた。コーナーに振った。あっ、逆にパンチ。いけるか。コーナーに振って、あとうまく切り返した。カウント 2.5。 まだまだです。抱えた。シュミット流で倒していった。エビに固める。危ない。カウント 2.9。 腕をフックした。さあ、サバイバルはどっちなんだ。この戦いのジャングル、密林の王となるのはどっちなんだ。さあ、渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。逆に捉えた。バックを取って、ジャーマンスペックス。あと連続で持っていった。カウント3が入りました。
グローブアノードクロー。天竜さん、小橋、本日のメインイベント小橋 GHC ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者270ポンド天竜伝一郎。赤コーナーチャンピオン270ポンド小橋健太。小橋レフリー西永修一。小橋澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ロープに振った、グーパンチです。行くのか、ロープに飛ばした。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか。汗がミストとなって飛び散ります。足攻めに転じます。組みに行きます。逆に振り返して、グーとチョップが交互に襲ってまいります。いやらしい顔面屋のキック、リング下に降ります。僕もそうなんですけど、プロというのは常に恐怖感との戦いですよね。お気を付けください。いかにして精神面をタフにするかっていうことが大事になってきますよね。ああなるほど、そうだったんですか。エルボーロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。組み合います。お気を付けください。おっと逆に捉えた。全身全霊のファイトで今日も戦ってまいります。風雲のぼり竜天竜源一郎。親子ほどに年齢の違う相手でも真っ向から叩きのめし、さらに己の年齢を冠した新必殺技、53歳でノックアウトするその姿はまさに世界最強の50代であります。切り返します。
ラリアット左腕、ラフ殺法に転じます。行くのか、コーナーに振った、カウンターで返します。チョップがうまく参ります。組に行きます。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。ロックアップ倒してまいります。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージがあると思いますよ。ああ組み合います。ボディースラムで投げてまいります。ロックアップ。さあこの辺りのサブミッション攻撃いかがですか。そうですね、こういう攻めは後々生きてきますからね、要注意ですよ。そうですね、フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーが襲ってまいります。起こしてまいります。掴んだ、重いチョップであります。行くのか、巻き投げで切り返します。引き起こします。ブレンバスターで切り返します。そのまま絞り上げます。ロープにブレイクしました。抱えます。ストマックに突き刺さります。腕を回します。対空式のブレンバスター、ねちっこい展開に移行してまいります。ロープに逃れました。組みに行きます。対角線に飛ばした。高周波数の音が館内に響きます。円錐蹴り、組み合います。フライングメイヤー、重いチョップであります。ロックアップ、ネックブリカードロップで落としてまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。組み合います。フライングメイヤーで倒します。ゴツゴツした鈍い音が響きます。荒っぽいファイトを展開してまいります。小脇に抱えます。エルボーでブロック、ハーフネルソンに取ります。ハーフネルソン投げ捨て、汗がミストとなって飛び散ります。させません。行くのか、投げてまいります。高周波数の音が館内に響きます。腕をフックします。強烈であります。 DDT10 分経過、10 minutes go。 掴みます。キックで返します。掴みます。腕攻めに転じます。起こします。フロントからのキック、組に行きます。ロックアップ、蹴ってまいります。組に行きます。ブレインバスターで叩きつけます。バックドロップの体勢、バックドロップ観光、引き起こす、 DDT。 このポーズ、いけるか、あっと倒していった、あとデンジャラスなパンチ、ロープに振ってレフトハンドのラリアット、見栄を切った、あと逆に切り返した、一気にスパークするのか、ラリアット強烈、あっと顔面、顔面キック、場外に移行した、場外に降りる、腕をフックした、 DDT 脳天、うまく切り返した、あっとラリアット、逆エブで一気に反り上げる、
奥歯を噛みしめた。勝ってしまった。リングに戻ります。リングに戻ります。ガードした。レフトハンドのラリアット。場外に降りる。今クリーンヒットしましたね。はい、グロッキー状態か。ガジェット組み合った。巻き投げで切り返した。起こした。15分経過、15 minutes go。 あっと返した。顔面蹴り上げる。一気に決めていった。リングに戻ります。いけるか。ブレインバスターで叩きつける。立たせていく。フィニッシュに行くのか。ブレンバスター行くのか。